こんにちは、世界一周一人旅している若葉です。私は今スペインのバルセロナにおって、今日はバルセロナといえばのサグラダファミリアへ。まずはメトロに乗ってサグラダファミリア駅に行くんやけど、駅降りるとすぐに出迎えてくれるサグラダファミリアの存在感がすごい。立体聖書とも言われている外観の繊細な彫刻はもちろん、内部のステンドグラスも見て、素敵すぎへん？このステンドグラスから差し込む光が幻想的すぎる。ガウディの未完の傑作と言われているサグラダファミリアは2026年についに完成予定なんやって。ちなみにチケットはこのアプリから購入したよ。少し遠目から見る街とコラボしているサグラダファミリアも素敵。ほんで歩いて15分ぐらいのところにアサンパー病院っていう世界遺産もあるから合わせて行ってみてね。